皆さんこんにちは、神崎潜水役の柿原哲也でございます。動画を見てくださってどうもありがとうございます。さあ皆さん、GB8 のオープニング楽曲 GB8、お聴きいただきましたでございましょうか。素晴らしい楽曲に仕上がっておりますね。吉田兄弟の三味線とそして杉蔵さんのギターとがコラボレーションを起こしてですね、最高の楽曲になっていると思いますし、何やらアニメに先立ってですね CD リリースそして配信の方も、されているということですので、ぜひ皆さん聴いてください。さあこの GB8 なんですけれども、もう僕の耳にも入ってきております。全世界からですね、非常に大きな大きな注目を集めているということ、もちろんですね日本のファンの皆様も期待を寄せてくださっているという話いっぱい聞いております。私柿原哲也が演じております潜水という役なんですけれども、まあ、これからアニメの方は入っていくんですけどね。アフレコはやっぱりこう日本のいいところだったりとか、ちょっと海外だったりとかの要素も取り入れつつ、現代の日本の描写だったりとかも入りつつ、なんかアジアの方々にもですね非常に人気が出そうなテイストになっていると思います。普段結構熱血の役を演じる僕なんですけれども、今回この潜水はわりかしクールめ、わりかしクールめ、いや本当にクールかもしれない。どんな声をね僕が出すのかっていうのもね、実際オンエアを見てですね、楽しんでいただければなと思いますし、僕自身もあんまりこういう役を演じたことがないので、皆さんに本当に楽しんでもらえるように、そして皆さんの心にね残るようなお芝居を心がけていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひご覧ください。さあそしてオールスターの最後の一人、そうまだエンディングを、歌う、ね、担当される方が決まってなかったんですけども、あの大物のアーティストさんが決定いたしました。いやー一体ねどんなエンディング楽曲になるんでございましょうか。オープニングがね最高になんかこう和テイストと、そのエレキだったりとかのストーリーを起こした感じのがあったわけですから、エンディング曲が一体どんな GB8 のまた新しい世界を引き出してくれるのか楽しみにしております。ちゅうわけで、まあね最後まで、ね、見てくれてどうもありがとうございます。来週の動画コメントなんですけれども、そうですか、来ちゃうんですか。はい、よくスケジュール取りましたね。ね、先ほどから何回も、ちょっとね、述べさせていただいておりますけれども、かっこいいかっこいいオープニング楽曲を、手掛けていらっしゃいます、手掛けられました、杉蔵さんが来週来てくれます。というわけでぜひぜひ来週もですね、コメント動画の方を楽しみにしていただければなと思っております。というわけでまたお会いしましょう。バイバーイ。